では4日目、昨日のターンに入ります。では、また3分間の議論になります。はい、一つだけ言いたいことがあります。あの僕はもう市民であることは明白なんです。だって占い師のカードを見て、あの僕のことを何とも言わないでしょ、王冠だって言わないじゃないですか。だから僕は市民なんですよ。しかもね、次占い師なんです。だからガードの人は僕をガードしてください。本当一人誰か一か八かで明らかに占い師の人が、占い師って本当のことを言っても一つ言ってもいいんだよね。はい、基本的に絶対本当のことを言わなきゃいけないわけじゃないけど、はい、でもまあ基本的に分かればさ、あれ人狼だって言えばいいじゃないですか。それと次人狼が狙いやすいのが先生ってことを言うんだ。そうそう、俺狙われやすいんですよ。だからガードの人よろしく。彼女が俺占い師だってことはさ、彼女も趣味とかですと、あ、そうですよね。そうですよね。だってすごい大枚はたいて引きこもりしたぐらいの。ああ、確かに。いや、素直に彼女の引きこもりも評価すると、この3人は市民ってなる。ここは市民ってことですよ。それでも大丈夫。これ大丈夫。自然的に。どっちかなんだ、どっちか。どっちかにいるんだ。どっちかにいるんだ、そういう人です。バンダイ側にいることは間違いない。でも、待ってください。じゃあ市民のみんなに言いますね。この人守れるので、この人が3万だから、次は市民の皆さんにお願いがあります。なるほど。僕ですか。僕ですか。でも市民だったら、王冠は市民だとしたらですよ、殺さない方が良くないですか。どっちなの。王冠なんですよ。あ、僕と守れるんですか。え、ちょっと待ってください。それでいいの。大丈夫。僕は市民ですよ。はい。そのメガネをかけて、メガネをかけて市民。メガネかけるってなんですか。でも2人人狼がいてもさ、助けるのは1人じゃない。そうです。もし2人が人狼だったら、あの簡単なこと言うと 2匹いるも1匹いるも一緒だから、死ぬ人間は1人だから、だから別にこっちに入ってもいいんですよ。お金減らしても、減らしてもこっちの人狼だと思うんだら、そうです、言うならね、言うなら。だから生き残った方がどっちなんだっけ。なるほど。どっちでお金がある、お金を減らすのか、ある人を減らしたの。まあ2と2と2と言うと言うと言うで、でも1と何倍はこれこれ全部ですね。何にお金持たれてますね。持ってます。では投票まで3、2、1、ドン。鈴木さんが4票ですか。どうぞ助けてよ。自分の人は助けないよ。僕今ガードを持ってる。え、嘘。ガードを持ってます。2万いただければガードします。ガードはゼロで払えるんで。あ、そう助かることになっちゃうんだね。そう。で、そうする、でもそれでも明日の朝僕を別に殺せば。明日の朝？問題ない。次回。僕はゼロで払える。次のターンでね。次のターン。で、僕は今自分の人狼、あ、そうか。ガードを持ってって言ったので。あ、そうか。でも持ってるけど本当に助けるかどうかわかんない。本当に持ってる。いや、それはもう信頼して。そこで殺すに来る。まあそれは確定ってことです。うん、ああ。僕今ガードを持ってるので。口先ですよ。でも僕とタバーさんが人狼だったら、僕タバーさんにお金くださいって言うと思うんですよ、ね。で、僕今回ガードなので、福本先生に2万いただければガードして、でガードが表になるので、そしたらこれ1枚見れば人狼か死ぬかわかると思います。おお。あ、じゃあそうしよう。いいですか、それ。とりあえず、今はお金のやり取りですので。ああ、そう。まずはお金のやり取りだけ。ちょっと、本当はっきり分かる。面白いですね。すごい。じゃあ、はい。ありがとうございます。なるほど。では、夜になります。皆さん、顔を伏せて、机をトントン叩いてください。では、まずは、ガードの方、顔を上げてください。では、守りたい方を見させてください。承知しました。では、人狼の方は顔を上げてください。では、殺したい人を見させてください。承知しました。まずは、昨日の犠牲者ですが、
はい、では裏返しの方、はい、1万ペリカをじゃあ1万ペリカちょっと待って、あ、まあ、でも使う、うん、ではどなたの声、そうだ、俺は絶対恐れることないんだ、俺は刺されることないんだから、いや、こっちかこっちかと思ってるじゃない、そうですね、ね、で彼はなんかね、もういいかなと思います、あと2分の1だもんね、もうこれそれだけ見るんですか、やっぱりよし、だって2分の1だもん、そうです、その限りそのためにそのためにしまう、なるほど、市民か人力、俺に分かるでしょ、あ、そっか、はい、分かりました、あ、なるほど、あの2分の1じゃない分、そうですね、そうですね、そうか、僕、皇帝なんですよ、はい、で占いたいんですけど、めちゃくちゃ疑われてるじゃないですかですよね、これでも見た方がいいのかな、まあでも占いをやると市民っぽく見えるからいいんじゃないですか、人狼としては今次あれ、あ、狙われる確率上がらない、まあでもガードを引く占いたいです、うん、はい、まあ占い、はい、占いたいよね、わかりました、では2枚2番いただきます、占いのこのあれが2分の1っていうのがいいね、まさに占いみたいな、ね、はい、はい、人狼でした、人狼だったんですね、違います、問題はね、はい、まあ、この多分協力しても 2なんで協力ともこうなってるけど、ね、だから彼があれするの分かってるんですよ、問題は彼が田川さんがあの占い取ったでしょ、うん、でもね、これね、エマかもしれないんですよ、普通人狼占う必要ないわけじゃないですか、言うなら、でも、まあ そうですね、そうしないともう疑われてるから、もうしないわけにいかないっていう、まあ、たまたま好調を持ってたからっていうのもあるんだけど、うん、まあでも、占わないと始まらないっていうのがあるんですよ、そうそう、だから田川さんも生かして、占わせるって感じですよ、はい、なんか、言っておくれそうです、市民かどうかまだ分からない、まあもう市民ですけどで今回ちょっともしガードがいたら守ってもらって次の日がまあでも次の日占い師を引いた人を守った方がいいと思って、あと終わってるのかまだいいのかはっきりしますね、まあ、終わりでございますか、そうですね、まずは、うん、まあなるほど、あ、そうですね、はい、そうですね、よろしいでしょうか、はい、では、投票に入りましょう。じゃあ、人狼だと思う人を3、2、1で指さします。では、投票まで3、2、1、ドン。じゃあ、はい、では、杉さん、処刑されましたので、退場ください。では、夜になります。皆さん、顔を伏せてください。では、机をトントンと叩いてください。では、まずガードの方は顔を上げてください。では、守りたい人を指さしてください。はい、承知しました。では、人狼の方は顔を上げてください。では、殺したいと思う人を指さしてください。承知しました。では顔を伏せてください。では皆さん顔を上げてください。朝になりました。では今夜の犠牲者は、では次に占い師の方、はい、彼が市民だったらもうマジでね、占って、あ、これブルブルした方がいいですね、もしまあ分からないけど、ハムのどうぞ、コインシャッフルしてみます、
はい。